はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今日は、第3のビールのマグナムドライ、サントリーのマグナムドライです。本辛口。究極のキレ。アルコール度数 6%。これね、よくよく考えたね、マグナムドライってね、昔あったんですよね。どんな味かも覚えてないんですけど、ただ発泡酒だったっていうのは覚えてるんですよ。進化系ドライ。これは、多分通年販売っぽいですね。期間限定とか書いてないです。原材料が発泡酒、麦芽とホップと糖類と、スピリッツ、小麦と炭酸ガス。究極のキレって書いてありますけど、これは、当社リキュール、当社の第3のビールにおける、発酵度の比較と書いてあります。これあれか、糖類入ってんのか。糖類入ってるのか。糖類入ってるのはあんま好きじゃねえんだよな。はい、乾杯。あ、美味しい。あ、これ美味しい。これ美味しいな。あ、なんか喉の、辛口。喉越し。が、非常にいいです。うん。で、糖類が入ってるんで、若干確かに甘さも感じるんですけど、うん、最近だいぶ暖かくなってきたんで、こういった、辛口系のやつ、これ美味しいですね。うん。あ、思った以上に美味しい。4月の2日に発売、しました。こちら。マグナムドライということで。まあ、アルコール度数が 6% なんで、若干確かに、アルコール臭いといえば臭いんですけど、でもそんなに感じないですね。うん。うん。まあ、風味っていうか、コクはないんですけど、喉越しと、辛口な、味。ですかね。サントリーのホームページ、見ますと、究極のキレ。サントリー最高の高発酵度による、すっきりと癖のない後切れの良さ。2、ドライ麦芽2倍による喉にグッとくる刺激感を強化。当社独自の HHS 製法を採用。3、アルコール度数 6% によりしっかりとした味の厚みと飲み応えを、担保。うん。うん。いや、最近のあれに比べると、サントリーがマジ、はっきり言うと、クソばっかりだったんで、うん。クソばっかりっていう言い方もあれだけど、あれやな。うん。そういえば、金麦のゴールドラガーっても飲んだんだっけな。そっちの方が美味しい気がするね。うん。これはこれのありだと思いますよ、これは。発泡酒っていうのがそもそも今んところほとんど売れてないんですよね。残ってんのが
キリンのグリーンラベルぐらいでしょ。とか、キリン系ばっかっすね。サントリーはあの、発泡酒売ってないんですよ。うん。第3のビールと生ビールしか売ってないんで、うん、マグナムドライは、マグナムドライ、これそもそも いつだったっけな、これ。昔あったんだよね、マグナムドライ。昔あったんだよな。あ、ありました。初代マグナムドライは平成11年に発泡酒カテゴリーで発売。12年には年間2880万ケース、過去、大麦、大瓶24本換算を売り上げ、サントリービールの、ビール類商品として最高の販売数量を記録した。その後、第3のビールのカテゴリーが、登場したことで、価格的優位が薄れるなどし、24年に販売を終了した。だから24年ってことは俺24歳ですから、すげえわかりやすいんですよ、これ。平成24年ってことは俺24歳なんだよ。うん。これ飲んでますね。まあ、結局のところ、第3のビールが、はっきり言って最近、うまくなりすぎてて、で、値段も安いし、だから本来はビールと第3のビールの中間にあった発泡酒っていう存在だったのが、まあ、今はもう、オワコンになってると。うん。まあ俺も以前飲んだ一番好きだったキリンの淡麗生が、淡麗の、極上だっけに変わってからもうまずくなっちゃって、もう二度と買ってないんですよね。でもやっぱ淡麗の、違う、キリンのグリーンラベルとかは、まだ売ってますからね。キリンのグリーンラベルは、ずっと飲んでないんですけど、これね、これあんま好きじゃないんですよね。糖質 70% オフって書いてあるんですけど、この糖質がね、糖質をオフにして、だから結局その、あれでしょ？そのカロリーを減らしたいから糖質 70% オフにしましたってことなんです。で、糖質っていうのはね、やっぱ重要なんですよ。うん。これ重要なんですよ。糖質っていうのは。ここに俺がさっき読んだけど、これはね、糖類なんですよね。糖類と糖質の、違いがね、あって、糖質っていうのは、いわゆる、かなり広いカテゴライズ。で、糖類っていうのは、まあ、固有名詞的な感じですよね。うん、だから、広いカテゴライズの糖質の中に、どうすべて 70% オフにしたんで、もうぶっちゃけうまさとか、うまみ的なやつが、70% カットされてるというレベルですね。これもうダメです。だから俺嫌いなんですけど。あとは淡麗のプラチナラベル。これも発泡酒です。俺は嫌いですね、これもね。グリーンラベル、これはもう糖質がゼロなんで、さっき 70% オフって言ってましたけど、これゼロですからね、さらにまずい。さらにまずくなった。で、おまけに第3のビールよか、
薄いというか、コクがないんで、コクとかっていうのは結局糖類なんで、糖質なんですよ。糖質によるものがだいぶでかいんですよ、コクって。うまみとか。だからそれを全部カットして、うまいかっていう、うまいわけがない。うまいはずがないんですよ。でも唯一発泡酒っていうのはキリンの、淡麗極上と、淡麗グリーンラベルとプラチナラベル。これぐらいですもんね。今現存する。他に出てたっけ？朝日。発泡酒あったっけ？朝日。ありますね。朝日のスタイルフリー。これが糖質ゼロ。美味しくないです。あ、結構あるわ。あとは、朝日スタイルフリーパーフェクト。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、人工甘味料ゼロ、食物繊維入り。で、朝日本生ドラフト。これが多分唯一一番マシだと思いますね。ただ売ってないんですよ。朝日の本生ドラフトっていうラベルが赤いやつ。これ売ってないんです。おう。そして、朝日本生のアクアブルー。これも見たことないですね。もう。スーパーとかで見たことないね。でもこれ、この木にあれですね。発泡酒を買って、ちょっとずっと飲んでないからね、発泡酒、本当に。発泡酒はもうひたすらに飲んでないもんな。これを機にちょっと、発泡酒っていうのはどんぐらいのレベルなのか。あ、一応札幌にも、発泡酒は、おそらくあるんですけど、ありましたね。北海道生絞りっていう。これはね、昔飲んだことはあるんですけど、これもまあ売ってねえな。これも売ってない。確かそこそこうまかったような気がするんだけどね。これね、もうずっと飲んでないというか、見たこともない、これも。これも結構レアです。あとは発泡酒は、極ゼロ。札幌の極ゼロ。これも、いわゆる、糖質ゼロ、プリン体ゼロ、人工甘味料ゼロ。これまずいです。以前飲みましたけど、これまずかったですね。まあ、あれやな。まずかったですね。だから結局何でもかんでもさ、ビールはさ、プリン体が入ってるからどうたらこうたらとかさ、ね、カロリーが高いからどうたらこうたって言う人いるでしょう。あいつら頭おかしいんですよ。そもそも、ビールにプリン体入ってますけど、そのプリン体の量っていうのが、普通に肉の方が高いんですよ、はるかにプリン体って。だからよくわかんない人が、ビールの飲みすぎでプリン体で痛風になったとかね、言うでしょ。あれ間違ってるんですよ。ビールだけ飲んでて、プリン体、摂取されまくって、で、それで、痛風になった人っていうのは、まあ、いないですよ。結局のところ、なんかの肉系のつまみと一緒に食って、で、結局肉の方がプリン体はるかに多いですからね、これね。ビールよりも。だから、もう、ある種風評被害なんですよね。プリン体、ビール。
ですね。ビール。100ml あたり、だいたい、多いのだと 6.9mg。ビールでは入っていると。うん。一般的な生ビール。6.9mg です。ね。いいですか？ 100ml あたりですよ。100ml っつうことは 100g あたりです。100g あたり 69mg ですよ。いいですか？じゃあ他のプリン体が入っているあの食べ物。見てみますよ。プリン体なんてあらゆるところに入ってますからね。肉。ググりましょう。ですね。プリン体。なんと米にも入ってます。ね。米には白米には 100g あたり 25.9mg 入ってる。で、さらに肉になると、とんでもない。豚バラ。豚バラ肉 100g あたり 75.8mg。一番多いのだとレバーですね。豚肉のレバー 284.8mg。うん。で、あとは野菜などにもいろいろ含まれてまして、一番高いのが干し椎茸の 100g あたり 379.5g。まあ、これはあれでしょ。干し椎茸 100g 食うやつ、まあ、そうそういないですよ。うん、まあ、これはまあ、除いたとしても、納豆 100g あたり 113.9g。うん。で、鶏肉のレバーも高いですね。312.2g。312.2mg ですね。基本レバーが高いみたいです。これ、レバー大好きなんで。これやばいですね。あとは一番やべえのは煮干し。まあ、これも 100g 煮干しを食うやつはいませんので、まあ、ほとんどあれですけど、まあ、一応、746.1mg。圧倒的ですね。圧倒的に煮干しがとんでもないことになってる。うん。で、魚類とかにも当然いっぱい含まれてますね。うん。ということで、野菜やら、でも卵含まれてないんだ。卵 0.0mg ですよ。卵。牛乳も 0.0g。はは意外と入ってそうなのに入ってないんだな。やっぱ基本肉っすね。レバー、特にレバーです。うん。200から300とかになってますね。うん。まあだから、何かしらをつまんで食ってる人のつまみのそのあれですよね。ものですよね。そのものですよね。だからそこが問題なんですよ。うん。だからビールをね、なんか言うとる人いますけれど、ビールってお前、100ml あたり、さっき300とか言ってたでしょ？レバー。ビールで、生ビールで一番高いのでも 6.9g ですよ。6.9mg ですよ。100cc あたりだから、まあ、1リッター飲んでも 69mg です。圧倒的です。非常に少ない。ね。
だから、居酒屋とかで、ね、まあ、なんか、焼き鳥とかさ、もつとかさ、食べるでしょ？それなんだって。まあ、だから、1日1リッタービールを生ビール飲んでたとしても 69mg ですよ。レバーをお前 100g 食ったらお前あれだぞ、300超えるぞ。とんでもない差ですよね。とんでもない差なんですよ。だから、こんなん間違ってるんですよ。ほんと風評被害も甚だしい。俺ほとんど酒飲むときなんて、つまみも一切食わねえからな。一切食わないからね。で、あと、カロリーの問題も気にしてる人いますけど、あれ、全くの間違いですね。ビールにはカロリーが含まれてるって言うでしょ？お酒とか何でもかんでも。あんなの、カロリーっていうのは間違いです。ここに書いてあります。カロリーが、100ml あたり 45kcal って書いてあるでしょ？これじゃ 45kcal 全部飲んで、ね、100cc 飲んで 45kcal を摂取したことになるかってなると、全く違うんです。なぜかっていうと、この、アルコールにおけるエネルギー、カロリーっていうのは、これは、計算にならないんです。これ、摂取したことにならないんですよ。なぜか、酒を飲んだ時に、体が発熱するじゃないですか。そんで、燃えるんですよ。即燃えるんですよ。なので、これエンプティーカロリーと言います。エンプティーカロリー。これはね、皆さんこれ、知っといた方がいいですよ。うん。うん。エンプティーカロリー。これは、エンプティーカロリーのアルコール。エンプティーカロリーというのは、空のカロリー。つまり、エンプティーカロリーと言われるアルコールはカロリーがないという誤解があるようです。まずお伝えしたいのは、アルコール自体にカロリーはあるということ。カロリーは 1g あたり 7kcal。うん。アルコールには栄養素が、含まれないということです。うん。うん。で、アルコールは熱として分解されやすい。つまり、あれと同じかな。アイス。アイスです。アイスって、あれちゃんとカロリーとかたくさんあって太るよとか思われる人いますけど、あれも全くのデタラメですね。アイスを食った時に、体の熱が、冷えるじゃないですか。冷えたことによって、その体が、元に戻そうとして、発熱するんです。そんで、カロリーを消費するので、ほとんど、アイスは食っても、太りません。うん。これも知らない人多いんだよ。だから、ダイエットには、一番いいっつうのは、あれっすよ。プール。水泳とか言われてますね。あれなんで、カロリーってか、ダイエットに水泳がいいかっていうと、体が冷えるからなんですよ。体が当然、体温以下の水の中に、常にいることによって、体が自分の、冷えた体を、元にね、温度に戻そうとするっていう働きで、それで脂肪が燃焼するんです。それで発熱させるために脂肪を燃焼させるんです。だから、カロリー、ね、ダイエットには、ね、水泳がいいって言われるのはそういうことです。つまり、ぶっちゃけ水泳で、泳いでたりして、まあ、泳ぐっていうのも確かにカロリーの消費にもなるんですけど、それにプラス、体が冷えることによって、自分の脂肪を燃焼させるっていう効果があるんで、プールは
水泳とかは非常に効果が高いって言われてることなんですよ。そういうことです。だからお酒だってカロリーはありますけれども、飲んでも全くもって除外です。取ったことにならないです。体の熱が熱として放出されますんで。なので全く間違いですね。うん。つまりビールとかアルコール類はエンプティカロリーと言って、つまり食ったことにならないということ。エンプティカロリー、つまりカロリーがゼロと同義なんですね。だからアルコールだけ飲んででも太ることは一切ありません。太るのはつまみを食ったからです。太るのはつまみを食ったことによってそのエンプティカロリーっていうのがこれが逆効果なんですよね。酒飲んでる時につまみ食べた。じゃあ、つまみの分だけ、カロリーが入るのかって言ったら、実はこれ逆効果。なんと、エンプティカロリーであった、アルコール、もう、すべてエネルギーになってしまう。酒飲むときに何か食べるとですね、このビールのカロリーまで、さらに追加されちゃう。これなんでかっていうと、ちょっと曖昧なんですけど、確かアルコールを飲んだ後に飯とか食って、結局、先にその肉とかが消化されるんですよ。だから後回しにされるんですね。こっちのカロリーが。後回しにされて、先に食物を、カロリーに変換しようと消化するんですよ。で、その後回しになった、この酒の分のカロリーが、忘れたな。うん、そうググって。うん。とにかく食ったら倍太ると思ってください。酒飲んでる時に食ったら倍太ります。うん。と思ってください。これは酒飲みとしては、覚えておかない、っていうか、もう常識レベルです。うん、常識レベルですね。だから、酒の飲みすぎで太ったっていうやつは、全くのデタラメです。酒だけ飲んでは太りません。事実俺なんて酒のつまみなんて一切ほぼ食わないんで、絶対太りません。全然太ってません。全然っていう言い方もおかしいけど、今体重最近測ってねえんだ。今俺体重何キロだろう。久々に測ってみっけ、これ。オムロンの、久々に測ってみる。ポチ。いきますよ。今ちょっと服とか着てるんで、どうかわかりませんけど。あ、だいぶ減ってる！ 63.5 キロ。63.5 キロも、前俺68キロだったのに。嘘！ 63.5 キロ？マジで？ 5 キロも太ってる。減ってる。俺昔、2018年の9月4日、測ってるんですよ。68.3 キロあるんですよ。で、ウエストが89センチあるんですよ。そっからだいぶ減ったな。マジで？めっちゃ減ってんじゃん。ラッキー。なんで減ったかわかんないけど。多分、ろくなもん食ってねえからだな。お？ BMI も減ってる。体年齢28歳になった。BMI 21.2 になってる。BMI 22が標準ですから。俺前測った時、BMI が
22.8% だったんですからね。めっちゃ減ってる。ウエストは？ウエストは？ウエストも下がったんちゃう？80、お、めっちゃ入ってる！ 85 センチ！ウエスト5セン、あ、4センチも減ってる。ウエスト4センチも減ってる。すげえ。マジか。あの間何があったんだろう。ここ半年ぐらいの間でだいぶ減ったな。もう一切運動しないですからね、俺ね。ということで、まあだから実際、まあ、酒飲みの俺でも一切太ってないということです。コク。甘み普通で。これは美味しいですよ。うん。うん。これは、あれですね。暑くなってくると、これは美味しい。美味しいと思います。うん。まあ、うん、そうですね。はい。2324です。おっしゃられました。